ちどきをあげろ。我々の勝利だ。勝利の傷を身に刻んでも心の虚しさは変わらんな。なるほど。小麦を水で溶いて野草と共に焼くと、そのように腹持ちのいい兵糧になるとは。モノマリア様、次は食べられる野草の種類。待ってくれジーヤ、今大事なところ。しかし腹が減ったな。騎士殿のレシピ、いな、生活の知恵はどれもうまそうで困る。そうだジーヤ、そろそろ今月の食料が届く頃だろ。茶でも入れてくれないか。ふ、ではございませんぞ。その食料を積算した正体が野党めに襲われたのです。なんだと。殿、証券連合から魔物討伐の依頼が届いた。共に兵を率いてもらいたい。よろしく頼む。敵だ、警戒を怠るな。
任務完了。周辺状況の確認後帰還する。勝利の傷を身に刻んでも心の虚しさは変わらんな。ご手腕だった。感服の至りだ。これで明日の食事もなんとかなるな。総員、警戒索敵状態に移行せよ。あれは
私の守るべきものが。任務完了。周辺状況の確認後、帰還する。何か掴んだような気がする。強さの本当の意味を。何かあるぞ。周りをよく見るんだ。シドモ、これはあなたの
勝ちどきをあげろ。我々の勝利だ。お前が今その手に持っている星肉は食費を切り詰め抜き大乱闘山脈から飛び降りる気持ちで買ったもの。話せばわかる。俺たちの今月分の食料が。わしのとっておきの酒が。騎士殿と共に食べようとしていた肉が。騎士殿どうされた？そんなところで雑草を摘んで。これは食べられる草。あなたの言葉は時に金貨よりも眩しいな。そうだった。いかなる時も明日生きるための食料を得ること。それが生命という名の明星。ありがとう。あなたがいなければ我々は悲しみの淵で死を待つばかりだっただろう。さあ貴様たち、悲しんでいる暇はないぞ。今すぐ周辺の探索を開始しろ。食べられる草を探すのだ。
務完了。周辺状況の確認後帰還する。さて、何から始める？この知識さえあれば。騎士殿の言葉は心に響くな。おお、興味深い。次の実戦で試してみるか。何かが分かり始めている気がするのだ。騎士殿のおかげだな。たまにはあなたの話も聞かせてくれないか。発見！騎士殿、上出来だ。よくやった。やっせい！やっ！哀れな。
度気を上げろ。我々の勝利だ。任務完了。周辺状況の確認後、帰還する。この辺りが出没地域か。彼女が言うには見ただけで判別がつくということだが、人の立ち入りが禁じられているのか？妙に静かだ。季節外れのバラばかり香って。おい姫様、本当にいいのか？十中八九罠じゃねえか。確かに、やはり何かおかしい。戻ろう。まずは情報を得てから。おう、まずはあのメギツネの尻尾を。メギな、なんだこの化け物、一体どこから来やがった。やめろ、離せ。こいつ、周りのものを食っているのか。なんと、なんという。お嬢様、お逃げください。ここは我らが。私のせいだ。私が冷静に行動していれば、こんなことには。私が。そうだ、反省などしている場合ではない。今はただ皆でこの場から生きて帰ることだけを考える。モノマリア・ユーダリア、参れ。対象を監視しつつ戦闘に備えよ。
私の守るべきもの。
何か掴んだような気がする。強さの本当の意味を。守るべきもの。守るべきもの。上出来だ。よくやった。ヤッシ殿、これはあなたの成果だ。
何か掴んだような気がする。強さの本当の意味を。兵たちは騎士殿の手を煩わせていないか。荒っぽい者たちだ。慕われるのも大変だろう。次の実戦で試してみるか。騎士殿は一体おいくつなのだ。あなたは謎が多いな。